私を散々コケにした者どもよ。どこまでも生意気な。貴様もそれを回避した瞬間、ベルゼビュート。おい、本気を出すんなら早くしろ。果たしてこれを受けられるかな。食らい尽くせ、ベルゼビュー。私の最高の奥義なんだぞ。無駄だよクレイマン、苦痛を与えずに殺してやるよ。ここで殺されようとも復活し、黒幕は誰だ。なめるなよ。そうか、一応教えておいてやるけど、お前復活はできないぞ。リーを離脱させて逃げようと企んでいる。違うか。待て、反対の者はいるのかな。いるなら相手するけど。魂が消滅するまでの永遠とも思えるわずかな時間を。助けてくれフットマン、助けてよディア。ベルゼビュート。君の忠告通り、おとなしくしていればよかった。異論のある奴はいるか。リムルはやる奴だって信じてなさ。私は誰が魔王になろうが興味はない、好きにすればいい。おいミルスよ、従者のしつけがなっておらんぞ。我が教育してやろうか。おいダメだぞ、バレンタインはメイドに化けて正体を隠しているのになのだ。今々しい邪流面、わらわの名まで忘れたか。ミルスじゃなかった。うまいものよ。おいおい、わらわのことはバレンタインと呼ぶがよい。ロイよ、貴様は先に戻っておれ。しかしルミナ様、悪くないし、だって知らなかったし、っていうかルミナスだった。さて今回の議題はハリオンの裏切りと。私はたった今からミリムに仕えることにしたわ。待つのだフレイ、私はそんな話初耳だぞ。ええ、言ってなかったもの。ちょっと待ってくれや。俺もよ、ミリムとタイマン張って負けた身だ。わけで俺は今日からお前の配下になる。よろしくな大将。